で、ですね、ここですね、足跡がずっとついてたマークのところが、溶けるわ。溶ける溶ける。こうしてからこっちに渡ればいいっていう。そういうことね。で、それができると、ここに、船を作ることができる。じゃないか。ということで、やっとこ、ここができたよ。シェイクスピアの羽ばき？聖遺物の崇拝と崇敬に触発された文学カルトは有名な作家のグッズなら何でも保護し展示しようとします。わかる。シェイクスピアの作品であるこの羽ばきもまたそのような遺物の一つなのでした。遺物にはシェイクスピアの狭苦しい住居とそこに住んでいたシェイクスピアのネズミも含まれています。ほんまや。家なのか？家の壁なのかな？つうことで、木がある。これは、というものではなくて、こういうもの。ここにも木がある。これは、こうしてから、どうすんのこれ。なんか面白いかも、ここ。こうして、ここに戻ってきたら、この木を倒し入れて、そしてまた同じルートを戻る。そうすると、そこで止まることで、今まで行ってないところに行ける。何これ？なんだこれ？ここで、こっちに行く、か、あ、でもそれしかないか。こうなるのか。で、さらに、こうなって、歯。人間の歯。若い人間たちの歯は成熟するにつれて生え変わっていくものでした。歯の妖精と呼ばれるフリーランスワーカーが抜けた歯に対して現金を提供するのが習わしとなっていました。抜けた歯に対して現金を提供する。金っていうのは金？違うな、現金だもんな。為替レートは変動しましたが、1994年のレートを使用すると、5歳の人間の子供の歯ならモンスターカプチーノを約1杯購入することが可能です。歯を抜いて、お金をもらうんだけど、抜けた歯に対して現金を提供する。これも逆になってるのかな？ん？なんか、頭がバグってきちゃってよくわかんなくなってきた。船作りたいんだと思うんですけど、方向性もわからないままに。木だけがたくさんある状況。いや。どこで何作るんだろうな。
これでいいのかな。ゴー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 、良さそう、良さそうな動きをしている。何なんだお前。左と右、これはどうする。あらら、これどうする。もうちょっと綺麗に行く方法があるはずやねん。多分。この子に対するアプローチは。上に。でもこうなってると倒れちゃう。スタートの動き方は合ってそうな雰囲気があるんだよな。こっからこの木が全く動かせない。戻したとて同じこと。あ、ここにイカダを作るのが正解とかあるかな。いやーちょっと違うかな。左に行けないね。こういうのはほっとく。あーしまった、ほっとこう。携帯用の白鳥の生息地イングランドランドの自然保護活動家は時折白鳥の巣の子守りをするようにという任務を任されていました。この任務では激怒してジューッと音を立てている親鳥を食い止めながら卵の監視を続ける方法を模索しなければなりませんでした。非常に不人気の任務となっていました。一つの解決策は巣を帽子のように被ることで白鳥の目線の下にうまく人間を保つことができるということでした。ギャグセンスが高い。ワロタ。どうなるんだ。
この木は上に倒したとて次に動くことができるの。こうやってこうなってても同じ、あれ動きが違う。でもなあ、次につながる。ここに持ってこれるのは長いの持ってける？長いのってあー今のを使うのかな。あー、こう置いてからこれを切るんだ。そうすると長いのは向こう側に流れるのでこっち側で作ればよい。そういうことか。ちなみにその小さい子はまだ再利用できる。あ、でも転がさないといけないっていう時点で結構ですか。いや、まだいけるな。ここまでか。ここまでかな。クラーケン。人間たちが絶滅したと考えているクラーケンとは、船全体を破壊することができる巨大な触手を持つ海の怪物の形をしています。これは中期ですが、他の海の生き物たちはクラーケンが絶滅したとは思っておらず、複数の一角のが恥ずかしいほどベタベタついてくると証言しています。一角もいるんだ。クラーケンもいるんだ。どうやらこれは失敗のようだ。で、こっちに対してこう。そうすると。こうね。ああ、なんかポストを久しぶりに見た気がします。結構つまぎ。詰まることが多くなってきたね、ステージで。これを切ると落ちるんじゃないの？うん。なるほど。なるほど。なるほど。右に行く道があるのか、これ。だってこうじゃんね。こうなったらもうそうじゃんね。そこに落ちたとて。この木に対して別段面白いことが起きない感じがする。右に行く方法が分かんないな。右に行くべきステージではあると思う、ここは。それはそうだけど、右に向かうための道が作れればね。これが押せないんだよな。これが押せてくれるとめっちゃ嬉しいんじゃよ。
をそうやって倒すべきではない。でもこれに対して左か右から押すしかないでしょ。右押しても右押してもその先があまりないでしょう。左に押したい。左に押したら、あ、このままこの木をもう一回上に倒すとずれるんだ。おもろ。うう。そんなことすんの？ちょっと待って。ここで、あ、そんなことすんの？そんなことすんの？そんなことするんかい。結果往来。そんなもんか。まあ、木を引っ掛けるステージだよというのは、なんかもう、言わずもがな。だけど、引っ掛けた後の動き方が、もうパズルだね。どうしようかな。どうしようかな、もんなんも。この2の木を持っていかないといけないんだよな。これを。持っていくには、こうか。こういう意味のわからない地形は、後で来ることになるんだろうか。ここの石、怪しいよな、これ。この石は怪しいよな。簡単レリースセーター。モンスターの形とは異なり、人間の体は頭部の真上で急激に先細りになり、その後、再び膨らんで頭を形成します。ほんとだ。モンスターの方はそういうのがないね。ずんぐりしてるね。頭、首のサイズの違いにより人間は羊毛のセーターに閉じ込められてしまうことがありました。したがって彼らはこの簡単にリリース版を設計したのです。簡単にリリースできるね。前が開いてる。岩だらけの空間はなんか何考えてるかわかんないから怖いんだよな。怖くないですか？僕は怖いと思うんですけど。ここもなんかあれだよね。今来るべき場所かどうかは難しくない？もうちょっといろんな、できちゃった、できてしもうだよ、できてしもうだよ。これなんで、何のために、ここが再放送になることある？そんな動きがある、そんな動きがある。めちゃくちゃになっちゃった。めちゃくちゃになっちゃったよ、もう。どうしてくれんの、これ。どうしてくれんの？ゲームとしてスタックすることはないよね。こんな変なことになっても。知らないよ。この辺にポストないけど知らないよ。見に行きたいんだろうな。でもこいつに触りに行きたいなっていう気持ちもあるな。どうしようもないよな、これ。これで、こうして。から。これ持っていけば右にはいける。そうか、これはもうここから動けないんだ。
よくやった。大丈夫かお前。大丈夫かお前。帰れないぞ。まあ、どっちにせよ帰れないんですけどね。えい。じゃあいっか、旅の準備だ。ほんと？上行けるよこれ。上に行くこともできる場所だったんだろうな、これ。こんな狭いのに。この木が行けるやんけ。結果オーライ。気づいて偉い。この木の扱いがなさすぎる。この木に対してのアクションがなさすぎる。ああ、だからこう来てから上に切るんか。なんかいつも忘れてしまうな。これができると、これができると何が嬉しいの？こうして、この場所に？こう作れるか。準備。下に作るのが正解だった。こうだね。でーい。だなんだここは。なんだここは。マップで言うとだいぶまだあるんだな。右下の方に来た。で、足跡マークは今のところ表示がないっぽいので、まあ、これが順路なんでしょうということで、今回はじゃあここまでにします。なんか道中かなり取り逃してるものありそうなんだけど、まずはね、まずはシングルゴールを迎えることをやりましょう。では、シングルゴール？シンプルゴール？